橋本虎之助6月6日から1952年1月26日は、大日本帝国陸軍の軍人。最終階級は、陸軍中将、愛知県出身。田内三吉は学府。橋本の父、橋本正代も、軍人で中佐を務めている。陸軍主管学校14期卒業。陸軍大学校22期生で、卒業時13番。 陸大同期に、旗春六元帥、杉山元元帥、小磯国明大将らがいる。陸軍切手のロシア通りとして知られている。ロシアへ留学したり、第一次世界大戦時に、ロシア軍に感染武官として、従軍経験もしている。ロシア大使館副部官補佐官、ロシア大使館副部官などを歴任した。野木マレスケとアナトーリーステッセリの推進への会見において、 第三軍司令部の衛兵長であった橋本は先導役を務めた。満州事変勃発のため方天に派遣されたが、関東軍参謀の石原幹事に軽くあしらわれている。橋本らが派遣されている最中に、金州爆撃が行われたことに激怒し、帰国している。その後、帰国した時を同じくして10月事件が起きている。事件の首謀者の一人、 橋本金五郎をよく知る存在であり、計画を中止するよう説得に当たっている。1934年8月の林、千十郎陸将による定期大移動で陸軍次官に就任する。以降、陸軍士官学校事件、正木神人三郎教育総監更迭、藍沢事件といった派閥構想が激化している。1935年12月の川島義士陸将の 定期移動で、この絵師団長に就任している。相沢公判では、証人の一人として出廷しているが、この絵師団長の立場から、法廷は、非公開となっている。2.26事件では、行動派に、橋本自身は、つながりがなかったが、部下のこの F 不評第3連大夫、中橋元明中井らが一時、宮城を占拠しようとしたことに責任を感じ、 寺内都市一陸省をはじめ周囲の引き止めを自ら押し切り、予備役に編入された。終戦時ソ連に逮捕され、ハルビンで病死した。ありがとうございます。